今日は第一大島小学校に来ています。ご覧ください、大パレードビッグカーニバルに参加する皆さんが勢ぞろいしています。楽しみ。8月開催の亀戸地区に続き、江東区民祭り地区祭りの第2弾大島地区大会、4年ぶり40回目となる催しは、9月9日土曜日は大島各地区のカラオケ芸能大会など、そして10日日曜日は恒例のビッグカーニバルです。実行委員の皆さんの後には園児たちの元気な鼓笛隊が続きます。ビッグカーニバルには様々な団体が参加、その様子を一目見ようと沿道には多くの観客が集まり大にぎわいです。パレードの後半は様々な踊りの団体が登場、催しをさらに賑わせ盛り上げます。ビッグカーニバルに欠かせない名物となっているのがスタンバ隊、催しの熱量が増し増しです。大成功と思いきや、ちょっと待って、電光してないかも、電光してなかったかも、ちょっと待って、ボタンを押し忘れるという痛恨のミス。踊って踊って、ビッグカーニバルの鳥を飾ったのは国際交流活動をする団体の皆さん。4年ぶりの大パレードは大いに盛り上がっていました。パレード終了後の正午から第4大島小学校では子ども広場が行われました。校庭を会場に射的やストラックアウト、工作など様々なゲームや体験があり、多くの子どもたちでにぎわいました。もうちょっと前に行こう。 OK です、行きます。はい、 OK、 投げ方がちょっとすいませんね。投げ方の問題です。ありがとうございました。すごい楽しい。綺麗だね。どうでしたか、やってみて。楽しかった。楽しかった。ストラックアウト、どうでしたか、やってみて。楽しかったです。楽しかった。子供が楽しんでれば何よりですね。今日はどうでしたか。
楽しかったです。子どもたちは子ども広場で楽しい時間を過ごしていました。そして総合区民センターで開催された手工芸作品展では、決め込み人形やフラワーアレンジメントなどさまざまな作品を展示。児童館などからの作品も展示されており、皆さんの力作を楽しむことができました。